皆さんよろしくお願いします。哲学堂です。マキシマムデイズ続きやっていきたいと思います。前回アクシデント的にホテルに入ったんですけど、何もせずに出てきてしまったというような展開だったんですけど、さあ続きやっていきましょう。相変わらず雨を降り続けているが、勢いは幾分弱まってきている。どこかで傘買って帰れんぞ。つうかさっさとここを離れたい。二人してラブホから出てくるところなら知り合いに見られたらシャレにならなんでいいんだ。基本引きこもりの母子嬢がな様がなってこんな日にこんなタイミングでこんな場所にいんだよ。てめえ狙ってんのかも。というか師匠も全身ブツブツ濡れだった。おかげで制服が透けて下着が見えそうになっていたが、でも今はそんなことはどうでもいいんだ。重要なことじゃない。そのもしかしてお二人は今ホテルから出てきませんでしたか。まさかお二人でエロ同人ごっこをしていたのでは。違うよ、リッカちゃん。私たちはそういうのじゃなくて、そう、休憩だよ。雨宿りがてら、ホテルで休憩してたの。言い訳になってる。しまった休憩ですか。やばい、絶対勘違いしてる。で、つまり、誤解に、おめでとう。ございます。してない。一気に取りました。その後なんとか誤解を解いた俺たちは、ひとまず俺の家で、濡れた服を乾かすことにした。デートは中断になってしまったが仕方ないな。すみません、着替えまで貸していただいて。いいっていいって、どうせ服は乾くまでの間だしさ。家にブルマ姿の女の子が2人。学校ではなく自宅というシチュエーションになぜだか心の奥がグッとくる気がしないでもない。それにせっかく用意したのですし、どこかで使わないともったいないですもんね。そうだな。ちなみにこれ以降はブルマは出てきませんので、その目にしっかりと焼き付けておいてください。貴重なブルマだぞ、セーブしとけよ。この顔。そういえばさ、リッカちゃんとなっちゃんと来たの初めてだよね。はい、お邪魔したのは今日が初めてです。念願の七谷さん宅に足を踏み入れることができて、私は今猛烈に興奮しています。ネタ古くない。ナナヤさんのお部屋にも行ってみていいですか。お断りします。何これ。俺は全身でお断りを表現した。安心してください、ナナヤさん。エッチな本やゲームを見つけてもお墓の中まで内緒にしておきますから、むしろ一緒のお墓に入ってください。そんなものはない。あるけど。またまた、恥ずかしがらなくても大丈夫ですよ。男の方は必ず持ってるものだって知ってますから。うちのお父さんも自分の書斎に隠してるんですよ。ちなみに変身ヒロインや触手物が好きみたいです。そんなかわいそう。しておいてあげてね。父親の性癖知ってる子供って嫌だな。ですから、七谷さんが特殊な性癖をお持ちだとしても、私は七谷さんの全てを受け入れてみせます。俺って実は女に興味ないんだ。でも前に好みのタイプを聞いた時には、私のようなセンスで可憐な女の子が好みだと。言ってねえよ、過去を絶望すんな。あの時はお前に話をしただけで、本当は拓郎みたいなやつが好みだ。そんな、いけません、ダメです。どうかのけに戻ってください。まさか拓郎さんルートとかあったりしませんよね。私たちを差し置いて特別ありました。私、ナナエさんとタクロウさんが連結するところなんか想像したくないです。
俺もしたくねえよ。あとこっち来んな。はい、ストップ、そこまで。なっちゃん、りっかちゃん意地悪しないの。デーペロ。今のはなっちゃんの冗談だから。本当は女の子に興味ありまくりの年頃だよ。ブヒ今日も元気にブヒってんだ。二人の服を扱った、乾燥機が仕事を終える頃には雨も止み、空も夕暮れ時へ向かい始めており、俺たちもあは相も変わらずリビングで冷たい飲み物とキノコ要塞を片手に談笑に花を咲かせていた。七重さんと八重さんって幼馴染でしたよね。いつ頃から面識があるのですか？小学生に上がるくらい？そうだな、そのぐらいだったと思う。そんな昔から付き合いがあるのですね。ちょっとだけ羨ましいです。よければお話ししていただけませんか？七重さんと八重さんの昔話聞いてみたいです。なんも面白くねえぞ。なっちゃんはひょろひょろのもやしっこだった。え、そうだったのですか？あとは超おとなしかったよね。今よりすっごい真面目でさ、家でずっと勉強してんの。私が外で遊ぼうよって誘っても全然家から出ようとしてヒッキーだった。将来自宅警備の仕事に就くために子供の頃から努力を惜しまなかったからな。まあ俺みたいな不良系主人公にはよくある話だ。意外だった。はい、今の七重さんからは当時の姿が全然イメージできません。私のイメージではいつも元気に外を駆け回っていて、好きな女の子をいじめてるガキ大将のイメージでした。まさに今がそうだね。なるほど、つまり七重さんは今でも子供ということですね。手のかかる大きな子供だよね。ひでえ言われようだった。まあ小学生まではおとなしくてもそれなりに可愛げがあったんだけど、中学に入ってから不良少年になっちゃって。七重さんの反抗期可愛いですね。いや可愛くはないだろう。今思い返すと自分を殴りたくなってくる。どうしてグレてしまったのですか？それはね、好きだった子に振られたんだ。それは悲しいです。七重さんの思春期の初恋は実らなかったのですね。でもでも、きっとすぐにいい人が見つかります。ここにいるリッカちゃんとかどうですか？店長のおすすめですよ。半額シール貼られても売れ残りそうな。ひで、売れ残ったらもらってくれますか？廃棄処分で。ひで。ふう、長く辛いか戦いだった。冷えた腹をさすりながらトイレから出る。いくら夏で蒸し扱いとはいえ、冷たいものをバカ飲みしたらいかんな。明かりの消えた廊下の、窓から外を見ると、辺りはすっかり暗くなっていた。そろそろ市場を返さねえとな。あんなのでも良いところのお嬢様だ。いくら休日とはいえ、あまり帰宅が遅くなれば家族が心配するだろう。すりガラス越しに明かりがぼんやりと、漏れているリビングのドアに手を伸ばす。まだお腹がギュルギュルするぜ。ドアノブに手をかけたままトイレに戻るか迷う。その時中から二人の話し声が聞こえてきた。あの、八重さん。うん、どうしたの？私、七重さんのことで少し気になっていることがあって。なっちゃんの好きなことか？こっそり聞いておいてあげようか？はい、もちろんそれも気になるのですが、今はそれよりも、どうして七重さんは笑わないのですか？やっぱ気づくよね。こちらに転校してきてから私はまだ一度も七重さんの笑ったところを見たことがありません。はじめは七重さんってツンデレっぽいですし、感情を出すのが苦手なだけなのかなって。でもやっぱり違ったのですね。私の前でだけ笑ってくれないのなら、それならまだその方が良かったと思いました。でも八重さんと話すときも、拓郎さんと話すときも、七重さんは笑うことはありませんよね。うん、そうね。私もここ数年、
もう中学の頃からかな。なっちゃんの笑ってる顔見てないよ。これは七重さんが不良になったことと何か関係があるのですか？ごめん、それは私からは言えない。どうして？勘違いしないでね。なっちゃんは別に病気とかってわけじゃないんだ。ただ心の問題っていうか、少しだけ時間が必要なんだよ。時間が必要？なっちゃんは優しいからさ、とっても。いつかリカちゃんにも話してくれると思う。だからさ、その時が来るまでは信じて待っていてあげてくれないかな？わかりました。戻りづれえな。あんなにシリアスな空気にされたら戻るに戻れない人だ。というわけで俺はそそくさとトイレという名の戦場に再び舞い戻ることにしたのだ。今日はお世話になりました。制服乾かしていただいて助かりました。気にしない気にしない、そんなのはお安い御用だからさ。それとせっかくのお二人の時間をお邪魔してしまったみたいで、ごめんなさい。気にしないの、別になっちゃんとはいつでも会えるしさ。八重さんのご自宅はここから近いのですか？うん、すぐそこなんだ。八重は俺の家から数軒先に見える自宅の屋根を指さして笑った。ああ、本当にご近所さんなのですね。いいな、私も引っ越そうかな。やめる、絶対やめる。そんなことになったら毎日のように俺の家に上がり込んでくる気だろ、お前。もし七重さん宅とお隣になれたら、毎日窓から七重さんの部屋に侵入して。ほら、そろそろ行くぞ。だらだら続きそうになったので少し強引に話を切り上げさせる。時間ももう遅いし、さっさと四条を家に送り届けるべきだろう。八重、お前はどうする？私も一緒に行こうかな。まだりっかちゃんとおしゃべりしたいし。それと暗い夜道でなっちゃんもりっかちゃんに変なことしないか心配だしむしろされるのが俺の方が可能性。私は肉食系女子なので、やらば七重さんを食べちゃいます、ブヒー雑穀でも食ってる。そんな感じでおしゃべり全開ムードのまま、俺たちは静まり返っている道を歩き始めた。家を出て少し経った頃だった。それでですね、その時主人公がバナナを片手に相手にパイルバンガーを打ち込むのですけど俺の隣では八重と主将が最近のアニメの話題で盛り上がっていた。俺の意識は別の方向にあり、二人の会話は全く頭に入ってこない視線を感じていた。一昨日にも学園の校内で校門で視線を感じたが、今回はその視線とは別人、さらに複数人の人。相手は俺たちの背後から一定の距離を維持したままピタリとついてきていた。ふう、俺たちが別れた時を狙うつもりか。俺が標的ならまだ良いが、相手の狙いが指示だとするとまた話が変わってくる。万が一のことを考えて確かめておくか。なっちゃんどうしたの？誰か俺たちの後をつけている。指示やえ、指示を見ててくれ。二人を近くに待機させ、俺はゆっくり後ろへ振り向く。いるんだろ、出てこい。あ、あれ、もしかして俺って今めっちゃ恥ずかしいことしてる。よかった、誰かいた。奥の物陰から太くしゃがれた声が聞こえてきた。この声どこかで、出てこいよ、俺たちに何の用だ。ではリクエストに答えてお前の前にこの姿を現すとしようか。始めろ静寂に乾いた音が響き渡る。直後重圧を感じさせる荘厳な音楽。物陰から黒く太く異様にも長い物体が顔を出した。なんだか RPG に出てくる神々しいオーラをまとったラスボスの BGM っぽいです。これはボス戦ですね。雰囲気でわかります。共通ルート最後のイベントですからね。気合が入ってます。七重さん頑張ってください。うるさいんだけど、近所迷惑だからやめなさいよ。確かに一人の男が俺たちの前に姿を現す。今や時代錯誤である特攻服を身にまとい、男
を象徴するリーゼントが異様に長かった。その表情は見えない。だが俺は暗闇の中でヤツの口が大きく動いたのは見逃さなかった。あ、なんだって。いや、音楽がうるさく聞こえねえ。確かに。爆音で流れていた音楽は止まる。音楽バケる。名乗るときは音量もっと抑えろっていつも言ってんだろ。すいません、すぐ調整します。右端のリーゼント君は慌てて持っていたラジカセを地面に置き、何やらボタンを煽り始めた。どうやらあれで音楽を流していたらしい。です、兄貴、いけます。仕切り直しだ。元の配置に戻れ。主要の大リーゼントが漏れるけど、小リーゼントたちはどこかへ去っていた。始めろ。何これ。難しいな、構造。今度は大リーゼントが発見を増え、どうやらボリュームの調整はうまくいったらしい。音楽隊長の黒リーゼントが物陰からこちらを見てドヤ顔で親指を立てていた。俺の顔を忘れたとは言うまいな。呼び起こしてやろう。お前の記憶の奥底に眠る友達の名をな。リーゼントレッド、五十嵐五段。また外れの当てに。青リーゼント、モモン達人、キリーゼント。違った獲物は逃がさない。緑リーゼント、光と脈絡を統括する。ワーク、リーゼント。俺たちその名もリーゼント5。あっ、てめえよ。こうしたのは2年ぶりだな、ナナヤよ。なんか始まった。突如、ナナヤたちの前に現れた5人の戦士。彼らの名はリーゼント5。突っ張り星からやってきた不良民族であった。地球破壊を目論むリーゼント5の前に修行を終えたナナヤとリッカが立ち上がる。ナナヤ、俺にやらせてくれ。ここらでお遊びはいい加減にしろってとこを見せてやりたい。さあ来やがれ。俺たちを甘く見るんじゃないぜ。何これ。しかしリーゼント5はナナヤたちの想像を超える恐るべき力を秘めていた。絶体絶命のピンチを迎える地球を舞台にナナヤの孤独な戦いが今始まるのであった。何これ。始まらないわよ。はい、終了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 。再会。前回までのあらすじ、カラフルなリーゼントが現れた。前回までのあらすじ終わり。てめえの、こうしたのは2年ぶりだな、ナナヤ。カラフルなリーゼントが横一列に並び、その中央の後藤が不敵に笑っている。知っているのか、ナナヤさん。リーゼント5、かつて路地裏法、いやこの街を牛耳っていた不良だった。なるほど、何やらナナヤさんとは人間系の話がありそうですね。遅れ。そんな大層のもんじゃない。昔少し世話になった系の話があるだけだ。で、今さら俺に何のようなクソリーゼント。2年ぶりにお前の顔を見てやろうと思ってな。はってめえ、俺の親にでもなったつもりかよ。しばらく見えかけないからドタレ死んだのかと思ってたぜ。後藤が一丁前に言うようになったじゃねえか。愛に、そんな弱な玉じゃねえのはお前も知っているだろう。さっさと要件を言えよ。こっちはてめえに付き合うほど暇じゃねえんだよ。小僧も女を連れ持つような年頃か。どうぞ、今日行っておくぞ。それだけ言うと音は黙り込み、一歩俺たちの前に足を踏み出した。一歩また一歩、大きな壁が迫るような威圧感。
その一歩は確実に俺たちとの間合いを詰めてくる。ただ歩いているだけなのにもかかわらず、張り詰めた空気がこの場を支配していた。後藤が向かうその先には、市場がいた。そう身構えるな、ナナヤよ。この女に危害を加えるつもりはない。ただ、俺にはやらねばならないことがあるのでな。後藤は特攻服のポケットへ手を伸ばす。その手には細く鋭いものが握られていた。流れるようにその手を市場へ突き出す。無駄のない洗練されたその素早い動きは捉えることができても止めることは不可能だった。逃げられた獲物が市場の胸元へ迫る。リッカ。これ自分の連絡先です。よければお友達からお願いします。後藤はまるで中世に出てくる騎士のように片膝をついて市場に名刺をさ渡していた。わざわざご丁寧に。どうもありがとうございます。兄貴、手ぶっ飛ばすの。いや、もうぶっ飛ばしてるから。ゆっくりと後藤が起き上がる。こうして、はい、お前に殴られるのも久々だな。かつて俺が来たうずいてきやがる。ナナヤよ、覚えているか、この頬の十字傷、昔お前がつけたものだ。あ、顔の傷、どこにあったよ、そんなもん。ほら、ここ。後藤は左方を、指さす。いや、お前らシルエットだから顔見えねえし。確かに。え、俺だってシルエットだったの。え、気づいてなかったの。された衝撃の事実に後藤たちは慌てふためいて自分の電子を確かめている。兄貴、やべっすよ、シルエットっすよ。これ俺たち完全にモブキャラじゃないっすか。落ち着け、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 落ち着け。兄貴、どうか落ち着いてください。こういう場合は大抵物語の終盤になれば隠された素顔が明かされるというものだ。だが物語が進めばいずれを我々も。ずっとシルエット。え、お前ら最後までずっとシルエット。なんてこった。後藤は膝から崩れ落ちた。これ意外と重要キャラなのに、こんな扱いってありなのかよ。自分で言うなよ。地面に拳を打ちつける後藤の背中に手下リーゼントたちが優しくさすっていた。というか、その無駄に長いリーゼントが地面にゴリゴリ捨てちゃってるけど大丈夫なのかそれ。そもそもあんた、そのシルエットだけでもインパクト絶大だろうか。そうっすよ兄貴、特徴があった方が覚えてもらいやすいっすよ。そうかな。そうっすよ兄貴、男は少し謎があった方がいいっすよ。兄貴のイケメンプリも全身から醸し出すエネルギー量がオーラとなって見えそうになってますって。どんな見えまし方それは。すまない、俺は己を見失っていた。リーゼント思うゆえに我あり。これリーゼントだ。何言ってんだこいつ。用が済んだならさっさと帰るよ。こっちはこの豚を送らなきゃいけねえだろ。リッカちゃん、さっきから空気ですけど、ちゃんとここにいますよ。お前に伝えなければならないことがある。ならさっさと、言えよ。くだらねえことだったらぶっ飛ばす。やつがこの町に戻っていく。なっちゃん。ふと自分の手にが誰かに逃げられ、ぎゅっと近づく積み込むように、でも壊れないように優しく、そのぬくもりになんとか爆発しかけた感情を抑え込むことができた。大丈夫？ああ大丈夫だ。よかった。いつ戻ってくる。自分の中に、ふつふつと強く湧き上がってくる怒りの衝動を必死に抑え込む。さてな、俺もそこまでは知らん。だが確かな情報だ、このリーゼントに誓ってな。そうか。落ち着いて深く深呼吸を、繰り返す。まだだ。まだこの怒りはとどめたっけ。よく耐えたな。少しは成長しているようだ。以前のお前なら、奴の名前を聞いただけで大いに取り乱していたことだろう。
そんなことを言うために戻ってきたのか。どうしても辞めるつもりはないんだな。ないね。その先に待つのは虚しさだけだぞ。その手の言葉が聞き飽きた。後悔は十分にした。覚悟もある。今足りないとすればそれは力だ。ならばお前の覚悟と力、今一度この拳とリーゼントで確かめさせてもらおう。え、今から喧嘩するのですか？安心しろお嬢さん、今から始まるのはただの喧嘩ではない。俺たちとナナヤの怠慢だ。どういうことだってばよ。一体複数の時点で果たしとるかな。確かに戦いのルールを覚えているな。てめえらリーゼントと順番に戦って最後にてめえを倒せば俺の勝ち。その通り。だが途中でお前が力尽きたりギブアップをした時点でお前の負けとなる。それってリーゼントさんたちにすごく有利なルールじゃないですか。確かに。それならリーゼントさんたちも一人で。大丈夫だよリッカちゃん、なっちゃんも強くなったから。誰にも負けたりしないから。いないぞ。だから信じて見守っていてあげて。わかりました。ナナエさん頑張ってください。あんたのと分けることだって勝ってきたな。なんなら全員まとめてかかってきてもいいぜ。怒るなよ青兄さん。この2年間我々が何もしていないとでも思ったか。どうせ遊び歩いてたんだ。半分正解といったところだ。ひで、半分遊んでたのかよ。だからこそ言わせてもらおう。ナナヤよ、私は帰ってきた。お前それ言いたかっただけだろ。今から戦闘シーンに入るけど、長いから時間ない人のために選択肢を用意したよ。さあ心して選ぶがいい。我々リーゼント5との熾烈なバトルを見るか否か。次に戦闘シーンの最中には物語に関する重要な話が入っているぞ。そういうの気になるからやめるよ。スキップさせる規制だろ。ここで選択肢が来るわけですね。はい、じゃあなんかちょっと長くなったのでここら辺で一旦区切りましょうかね。まあ次回、まあ少しラスト気味だと思うんですけど、まあ続きを見ていきたいなと思います。どうもありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方もお願いします。哲学棟でした。動画をご視聴いただきありがとうございます。新しい動画を見逃したくない方は右のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録をお願いします。